皆様こんにちは、セリナです。今回は2月3月に発売されたディオールスックコスメデコルテイヴ・サンローランボーテの新作の日焼け止めを徹底比較していきたいと思います。最近一気に気温も暖かくなり、紫外線も気になりだしましたよね。今回は新作の中でも特に注目度の高い日焼け止めを、下地効果がないタイプ、スキンケア効果が高いタイプ、そしてカラー補正と下地効果があるタイプの3カテゴリーに分けて、塗り心地やファンデーションと組み合わせた時にファンデーションにどんな感じの影響が出るのか、そして4時間後のマスク崩れなどを見ていきますので、日焼け止め選びに迷われている方に少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずご紹介していくのはこちら、2月16日発売、コスメデコルテサンシェルターマルチプロテクションコンフォート SPF50+ の BA4+、 より強力に、より快適に、新テクノロジーを搭載してサンシェルターが生まれ変わりました。マルチプロテクションコンフォートタイプはみずみずしく心地いい水膜のベール UV、 高い紫外線防止効果とみずみずしい潤いを両立、負担感のない水膜のベール UV によりふっくらと潤った滑らかで明るい肌へ導く日焼け止め。そして同じくサンシェルターマルチプロテクションシリーズのトーンアップ CC タイプ、10番のラベンダーローズ SPF50+ の PA4+、 透明感を守り抜く潤いトーンアップ UV、 心地よいスキンケアタッチで透明感を守り抜く、エッセンスクリームベースで美しい素肌感を引き出すナチュラルカバーのトーンアップ CC。 今回ご紹介する10番のラベンダーローズのカラーは肌本来の透明感と血色感を引き出しトーンアップするラベンダー。続いてこちら、2月3日発売、スックのプロテクティングデイクリーム SPF50+ の PA4+。 今日の肌をより美しく、今日の美しさを未来の肌へとつなぐ高 UV カットクリーム。ベースメイクの仕上がりを高め、表情まで生き生きと見せる滑らかなツヤのベール。日中の肌を長時間潤いで満たし続けるスキンケアクリームのような心地よさ。日焼け止めを塗ることが義務ではなく、むしろ進んで手に取りたくなる、そんな UV クリームです。続いて2月24日発売のディオールプレステージホワイトルプロテクター UV ルミエールシアグロー SPF50+ の PA4+。美しいメイクの土台を整える革新的なプレミアム UV プライマー SPF50PA4+ で肌を保護し、潤いは長時間持続、フェイスラインの肌を引き締め美しさを立て直すローズサップエッセンスを配合し、贅沢なエイジングケアを叶えます。さらにプレステージホワイトのキー成分ホワイトローズビタミン C 誘導体は高い保湿効果をもたらします。そして最後にご紹介するのはこちら、3月3日発売のイヴ・サンローランボーテフェアショットエアリーライト UV50 SPF50+ の PA4+。 透明感、ハリ感あふれる肌へ薄膜 UV プライマー。多様な美容効果を持つとして話題のナイアシンアミド配合、肌が呼吸するような薄くて軽いつけ心地を実現しながら、紫外線はもちろん花粉や大気中の微粒子、乾燥などの環境ダメージからも肌を守る多機能 UV プライマー。ナイアシンアミドとモロッコ産シトラスピールをブレンドしたみずみずしいテクスチャーが UV としてのプロテクション機能はもちろん、澄んだような透明感と
ふっくらきめ細やかなハリ感もケアすることで、メイク前の UV プライマーとしてもご活用いただけます。まずはこちら、下地の効果がなくカラー補正などもついていないタイプの日焼け止め、コスメデコルテのサンシェルターマルチプロテクションコンフォートとスックのプロテクティングデイクリームを比較していきます。まずはこちら側半分にコスメデコルテを塗っていきます。コスメデコルテの日焼け止めは今回のリニューアルでカラーがついていなくて下地効果のない体にも使えるタイプが3種類発売されて、今回ご紹介していくマルチプロテクションコンフォートは SPF50+ PA4+ でみずみずしく心地よい水膜ベールの UV タイプ、そしてその他に SPF30 PA3+ でエアリーでみずみずしく負担感がないタイプ、 SPF50+ PA4+ で水、皮脂、こすれに強いウォータープルーフタイプも発売されていますが、その3つの中でこちらのマルチプロテクションコンフォートが一番人気とのことでした。手元で見た時と同様、かなりみずみずしくて化粧水のような感じでスルスルと伸び広がってくれます。でも伸ばしていくとちゃんと肌に密着してくれる感じもするので、保湿によりすぎてベタつき感が出てしまうわけでもなく、本当にブランドからの説明の通りの水膜ベールという感じの質感ですね。はい、こちら側にコスメデコルテを塗ってみました。きちんと紫外線カット効果が得られるように何度かしっかりと重ねましたが、何も塗っていない方と比較しても白っぽくなってしまうこともないので、日焼け止めの白浮きが気になるという方にも使いやすいと思います。肌表面もこんな感じで、こちらは下地効果がないタイプですが、みずみずしい水膜ベールが肌を覆ってくれて、水分で肌がふっくらとしているからか少しの毛穴や凹凸はふっくらと見せてくれている感じがします。塗りたてはみずみずしいですが、伸ばしていくとベタつき感やぬるぬるとしてしまう感じもないので、首や体にも使いやすそうです。顔に塗っていても重さや不快感はなく、とても軽いつけ心地でした。香りについてはハンドクリームなどによく使われているフローラル系のような香りがほんのりとする程度なので、そこまで気にせずに使えるんじゃないかなと思いました。続いて反対側にスックを塗っていきます。こちらは先日サブチャンネルで簡単にご紹介させていただきましたが、みずみずしい乳液のようなテクスチャーが肌に滑らかに伸び広がる感じです。コスメデコルテと比較すると少しだけ重さを感じます。はい、こちら側にスックを塗ってみました。スックもコスメデコルテと同様何度かしっかりと塗り重ねましたが、こちらも首から浮いてしまったり白浮きしてしまうというほどではないですが、コスメデコルテと比較すると若干肌トーンが自然にアップした感じはします。そしてこちらのスックの UV はツヤがものすごく綺麗ですよね。近くで見るとこんな感じで、スックにも下地効果はありませんが、コスメデコルテよりも少し重さのあるクリームテクスチャーが肌表面を覆って細かい毛穴や凹凸をフラットに見せてくれています。肌表面を触った感じは、コスメデコルテは水分でふっくらと保湿している感じなのに対して、スックは化粧水と軽めの乳液で仕上げた時のような柔らかくて滑らかな肌表面に仕上がっているので、どちらも乾燥肌の方にも使いやすいと思いますが、スックの方が比較的保湿されているように感じます。ただスックも肌表面のベタつきなどは全くなく、オーソドックスな日焼け止めという感じでとても使いやすいです。それではこの上にファンデーションを重ねて仕上がりにどんな感じの影響が出るのか見ていきたいと思います。両方とも下地効果がないので、下地なしでも使えるこちらのスックグロークリームコンパクトを合わせていきます。まずはコスメデコルテの上に重ねていきます。今塗っているこちらのファンデーション自体もクリーミーで伸びがいいですが、やはりコスメデコルテは肌表面に水分でみずみずしい保湿感を与えてくれているので、こんな感じでクリームファンデーションの重さを感じさせないようなみずみずしくて軽やかな仕上がりになりますね。こちらの日焼け止めはメイクの下にもすごく使いやすいと思います。
ではスックの日焼け止めの上にも乗せてみます。こちらのスックの日焼け止めはサブチャンネルでご紹介した時も思いましたが、ファンデーションや下地とこの日焼け止めのクリーミーさが密着するからかカバー力がアップして見えます。はい、こちら側にコスメデコルテの日焼け止め、反対側にスックの日焼け止めを塗って、その上から同じファンデーションを重ねてみました。このくらいの距離でも分かる通り、コスメデコルテは程よく薄肌の透け感や立体感が残るようなナチュラルな仕上がりなのに対して、スックはしっかりとカバーもされていて肌トーンも少し明るく見えますよね。アップで見てもこんな感じで、どちらもファンデーションの質感やツヤ感を邪魔することなくとても綺麗でした。そして近くで見るとよりスックの日焼け止めが下地を塗った後のように肌表面の毛穴や凹凸をフラットにしてくれている感じがします。どちらも塗りやすいテクスチャーでファンデーションの仕上がりを邪魔しないので、メイクの前に塗る日焼け止めとしても使いやすいと思いますが、より自然に仕上げたいという方はコスメデコルテの日焼け止めがおすすめで、少しカバー力を出して肌トーンを明るく見せたいという時はスックがおすすめです。下地効果はないのにどちらも仕上がりとても綺麗ですね。ではここから4時間後のマスク崩れについて見ていきたいと思います。ジバンシーのプリズムリーブルプレストパウダーのナンバー4を塗っていきます。なるべく日焼け止めの効果を見たいので付属のブラシで軽くささっと仕上げていきます。ではこの状態で4時間過ごしていきたいと思います。はい、あれから約4時間一度もお直しせずにマスクのまま過ごしました。崩れについてどんな感じか見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じです。最近一気に暖かくなってきて、4時間の間に何度か汗ばむ場面があったのと、上に使用したファンデーションがクリーミーなタイプというところも関係していると思いますが、どちらも小鼻の横や T ゾーンなどのテカリが少し気になる印象です。アップで見るとこんな感じです。どちらもテカリは気になりますが、小鼻の横に汚くファンデーションが溜まってしまうということはなかったです。ただコスメデコルテはファンデーションを何とかしっかりと重ねたところを中心に、開いてしまった毛穴の中に少しファンデーションが溜まっているのが気になるのと、スックはクリーミーで少し厚さが出るからか、マスクのプリーツに沿ってファンデーションが剥げている感じが気になりました。ただどちらも下地の効果はないので、それでもこのくらいに保ってくれているところはすごいなと感じました。どちらの日焼け止めも乾燥肌の方は安心してメイク前にも使えると思いますが、皮脂崩れが気になる肌タイプの方は日焼け止めの上に崩れ対策をしてくれるような下地と組み合わせる方がより安心かなと思いました。ただ肌表面はどちらもベタつくという感じはしなくて、コスメデコルテは塗りたてのようなみずみずしくふっくらとした程よい保湿感が持続していて、スックもスキンケア後のような保湿感が持続しているので、日焼け止めを塗ることでパサつきや乾燥が気になるという方にはどちらも使いやすいと思います。では続いてスキンケア効果が高く下地効果もある日焼け止め、ディオールのプレステージホワイトルプロテクター UV ルミエールシアーグローとイブサンローランボーテのピュアショットエアリーライト UV50 を比較していきます。この2つはどちらもリニューアルアイテムとなっていて、それぞれ旧タイプも使用していたアイテムなので、また別の機会にサブチャンネルでそれぞれリニューアル前のものと比較してのご紹介もしていきたいなと考えています。まずはこちら側にディオールを塗っていきます。こちらのディオールプレステージには少し白っぽいベージュトーンのカラーがついています。かなり滑らかでみずみずしい美容液のようなテクスチャーで肌にスッと馴染んでくれます。さすが美容成分も高配合というだけあってかなり塗りやすいです。はい、こちら側半分にディオールを塗ってみました。カラー補正効果がついているタイプの日焼け止めは日焼け止め効果をしっかりと得られるように何度か重ねてしまうと白浮きしてしまったり厚ぼったくなってしまうということもありますが、
こちらはかなり自然な少し明るめのベージュカラーだからか、何度かしっかりと重ねても首から浮くこともなく、かなり自然に綺麗にトーンアップしてくれています。そして塗りたては美容液のような滑らかでみずみずしいテクスチャーですが、伸ばしきっていくと肌表面がつるんとするような質感に変化するので、何度かしっかりと重ねてもベタつき感や重さなどの不快感が全くなく、かなり使いやすいです。美容液成分が高配合になったとのことなので、少し重さやベタつきが出てしまうかなと思いましたが、全く問題なく使えそうです。近くで見てもこんな感じで自然なツヤで肌表面をつるんと見せてくれています。続いて反対側にイヴ・サンローランボーテ塗っていきます。イヴ・サンローランボーテは今回ご紹介している日焼け止めの中で一番シャバシャバとした水のようなテクスチャーで、とても軽い塗り心地です。ただ伸ばしていくとちゃんと保湿感も感じられるので、肌にのせるとすぐに水分が飛んでしまって乾燥してしまうという感じは全然なく、程よいオイル感も残ってくれます。軽いつけ心地の UV をお探しの方にぴったりだと思います。はい、こちら側半分イヴ・サンローランボーテを塗りました。ディオールと比較するとツヤ感などはかなり抑えめで、あまり素肌の時と変わらないような印象に見えます。そして今回ご紹介している日焼け止めの中でもかなり塗り心地が軽くて、内側は軽いオイルで保湿されたようなしっとり感がありますが、肌表面がさらりと仕上がっているので、肌表面のベタつきが気になるという方にとても使いやすいんじゃないかなと思います。近くで見てもこんな感じでツヤ感は抑えめで、毛穴をきれいにぼかしてくれている感じがします。香りについてはどちらもリニューアル前と変わらず、ディオールはプレステージライン共通のハーブ系のような香りの中にほんのりとフローラルが香る程度なので、ディオールフォーエバーシリーズよりは香りは気になりにくいです。イヴ・サンローランボーテは軽やかなシトラス系の香りなので、かなり使いやすいと思います。ではこの上からスックのファンデーションを重ねて、ファンデーションの仕上がりにどんな影響が出るのか見ていきます。まずはディオールです。ディオールはしっかりと保湿感もありつつ、肌表面がつるんとしているので、ファンデーションもこんな感じでかなり綺麗にフラットに塗ってくれます。均一でつるんとした肌に仕上げたいという時にすごく綺麗ですね。では反対側イヴ・サンローランの上にも重ねていきます。イヴ・サンローランはかなり軽いつけ心地で、毛穴を綺麗にぼかしてくれている感じなので、ファンデーションも薄付きでナチュラルに仕上がる感じがします。より素肌っぽい仕上がりにしたい時におすすめです。はい、こちら側にディオール、反対側にイヴ・サンローランボーテの日焼け止めを塗って、上から同じファンデーションを重ねて仕上げました。比較してみると結構仕上がりのイメージが違くて、ディオールは肌全体がつるんとした滑らかなツヤ肌仕上がり、イヴ・サンローランボーテはより薄付きでナチュラルで、ファンデーションの仕上がりに影響しないような下地だなと思いました。アップで見るとこんな感じです。どちらもかなり綺麗に毛穴を動かしてくれていて、ディオールは肌表面につるんとしたツヤを出して毛穴を目立たなくしているイメージ、イヴ・サンローランボーテは細かい毛穴をフラットに埋めて毛穴をぼかしてくれているようなイメージです。どちらも日焼け止め効果と美容成分だけでなく、下地としてもかなり優秀だなと思いました。ではこの上にパウダーを軽く塗って、マスクをしたまま4時間過ごして崩れ方にどんな感じの違いが出るのか見ていきたいと思います。どちらも仕上がりはかなり綺麗でしたが、崩れはどんな感じなのか楽しみです。はい、あれから約4時間マスクのまま過ごしました。崩れについてどんな感じか見ていきます。はい、マスクの中の肌はこんな感じです。今日もとても暖かくて、4時間の間に一度しっかりと汗をかきましたが、ツヤ仕上がりで崩れにはあまり強くないタイプのファンデーションを使っているのに、どちらもかなり綺麗に保ってくれていますよね。ど
どちらもアップで見ても小鼻の横に汚く溜まってしまったり毛穴落ちしてしまっているという感じはしませんが、比較すると本当に若干ですがディオールの方が少しファンデーションが薄くなっている感じはします。ただもともとカラー補正効果やカバー力があるからかそこまで崩れているという感じもしないです。イブサンローランは近くで見ても綺麗な仕上がりのまま保ってくれていると思います。どちらもリニューアルをしてスキンケア成分がパワーアップしたとのことだったので、その分崩れには弱くなってしまうかなと思いましたが、全然そんなことはなく下地としてもとても使いやすかったです。そして肌表面を触った感じはどちらも塗りたての時のようなままで、ディオールのプレステージは内側をふっくらと保湿しつつ肌表面のつるんと感が残っていて、イヴ・サンローランのペアショットは小鼻の横のベタつきなども気にならないです。今日はとても暖かい中マスクをしていましたが、どちらも毛穴の開きも気にならないところがすごいなと思いました。それでは最後、カラー補正効果と下地効果がある日焼け止め、ディオールのプレステージとコスメデコルテのサンシェルターマルチプロテクショントーンアップ CC10 番のラベンダーローズを比較していきます。先ほどご紹介したディオールはすでにこちら側半分に塗ってある状態なので、反対側にコスメデコルテの CC を塗って比較していきます。今回こちらのコスメデコルテの CC タイプにはベージュカラーの2色とこちらのラベンダーローズのカラー1色の全3色が発売されたとのことでしたが、店頭でお伺いした時にこちらのラベンダーローズがダントツで一番人気とのことでした。テクスチャーはこんな感じで、一番初めにご紹介した同じコスメデコルテのマルチプロテクションコンフォートタイプよりも重さがあって滑らかなクリームのようなテクスチャーです。スックの日焼け止めよりも少し軽いくらいの印象です。はい、こちら側にはディオール、反対側にはコスメデコルテのトーンアップ CC タイプを塗っている状態です。しっかりと何度か重ねるとかなりトーンアップしているように感じます。肌にしっかりと透明感を出したいという方にぴったりだと思います。ディオールと比較するとこちらもツヤは抑えめで、頬の高い位置に程よいツヤが入る程度です。近くで見るとこんな感じで、今回ご紹介している日焼け止めの中でもクリーミーで少し重さがあるタイプだからか、しっかりと毛穴や凹凸を埋めてフラットに見せてくれています。ただクリーミーで少し重さがあるタイプですが、伸ばしきると肌表面はさらりとしているので、日焼け止めのベタつきやぬるつきなどの不快感は感じないです。今回ご紹介した新作の日焼け止めはどれも肌表面のベタベタとしてしまう不快感がないところがすごくいいなと思います。香りについてはマルチプロテクションコンフォートと全く同じで、ハンドクリームなどによく使われているフローラル系のような香りがほんのりとする程度です。ではこの上にファンデーションを塗っていきます。ファンデーションをのせると下地の時点でトーンアップ感とカバー感があるので、さらにファンデーションのカバー力が増していきますね。はい、こちら側にディオール、反対側にコスメデコルテを塗って、その上に同じファンデーションで仕上げてみました。どちらもカラー補正効果がついているタイプですが、ディオールはかなり肌なじみのいい少し明るめのベージュトーンがついている程度なのでとても自然な仕上がりで、コスメデコルテのトーンアップ CC タイプは下地の時点でトーンアップ感とカバー感があったので、ディオールと比較してもカバー力がより増している感じがしました。アップで比較してもこんな感じで、ディオールは毛穴や凹凸を滑らかに整えてくれているのに対して、コスメデコルテは毛穴や凹凸をクリーミーな下地で埋めてくれている感じなので、よりしっかりと毛穴や凹凸感を感じさせない肌に仕上がっていると思います。それでは顔全体にパウダーを軽くのせて、マスクのまま4時間過ごして崩れ方にどんな感じの違いが出るのか見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間マスクのまま過ごしました。崩れについてどんな感じか見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じです。
まずこのくらいの距離で見るとコスメデコルテは塗りたての時のような自然なトーンアップ感を持続していますよね。ただアップで比較するとこんな感じで、コスメデコルテはやはり今回ご紹介しているアイテムの中でも少し重さがあってクリーミーなテクスチャーだったからか、全体的にマスクによる摩擦に弱くファンデーションが剥げている感じが気になりました。ただ小鼻の横に汚く溜まってしまうという感じではなかったです。肌表面を触った感じはやはりコスメデコルテも塗りたてから肌表面がさらりとしていたので、ある程度のクリーム感でしっかりと肌は保護しつつ、肌表面のベタつきやドロドロ感は全く感じないです。今期の新作の下地効果のある日焼け止めはどれも時間が経った後でも肌表面のベタつきが気にならないところがすごいなと思いました。はい、ではこんな感じで2月3月に発売されたディオールスックコスメデコルテイヴ・サンローランボーテの新作の日焼け止めを、下地効果なしのタイプ、スキンケア効果が高いタイプ、そしてカラー補正付きで下地効果のあるタイプの3カテゴリーに分けてご紹介していきました。まず下地効果ありなし問わず、今回ご紹介した日焼け止めは全て肌表面にベタつきやぬるつきが残らなくて、かなり使いやすく進化しているなと思いました。その中でも特にさっぱりとした使い心地だったなと感じたのはコスメデコルテとイヴ・サンローランボーテです。コスメデコルテはみずみずしくて軽い質感、イヴ・サンローランボーテは軽いオイルのような保湿感もありつつ、肌表面がサラサラに仕上がるタイプなので、軽くてさっぱりとした質感の日焼け止めをお探しの方におすすめです。そして今回ご紹介した中で特に崩れに強いと感じたのはディオールとイヴ・サンローランボーテでした。最近一気に気温が高くなり、検証時はどの日もかなり暖かくて、さらにしっとりとしたクリームタイプのファンデーションを使用し、パウダーも少なめで検証したにもかかわらず、こちらの2つは時間が経っても汚く崩れてしまうということもなく、毛穴の開きも気にならなかったところがすごいなと思いました。つるんとしたツヤで肌表面を滑らかに整えつつ、崩れにくさも欲しいときはディオールがおすすめで、小鼻周りなどの皮脂崩れや皮脂によるベタつきもしっかりと抑えて、毛穴の開きを感じさせない肌に保ちたいというときはイヴ・サンローランボーテがおすすめです。またファンデーションと組み合わせたときの仕上がりにもそれぞれの特徴があって、クリーミーな質感で毛穴や凹凸を埋めてファンデーションのカバー力をアップさせたいというときはスックとコスメデコルテのトーンアップ CC タイプがおすすめ。ファンデーションの仕上がりに影響がなく、より自然にナチュラルに仕上げたいときはコスメデコルテとイヴ・サンローランがおすすめ。そしてつるんとした滑らかなツヤ肌に仕上げたいときはディオールがおすすめなので、ぜひ仕上がりのお好みも合わせてチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。